ちょ、もうおもちゃ作りすぎな、これ。おもちゃ作りすぎ、ちょっと壊せ、ちょっとこれ。おもちゃ作りすぎやで、お前ら。なんか俺が酔ってなんか適当なことやってるのをいいことになんかみんなそれを免罪符に作っただろう。ここ多分最終地点だよ、おそらく。あの、第4階層まで作られてるけど、第4階層使わないと思うぜ、おそらくこれ。最終階層だけど、多分使われないぞ。第3階層までっていう風な話じゃなかった。もう第1階層はこれでしょ？もう第1階層で、ちょっと見直すか、ちょっと俺がちょっと酔ってなんか、あの、前後不覚になってて、なんか結構めちゃくちゃになってる。ちょっと待って。第1階層はここでみんなで防衛してて、で、ここにエリトラの場所があると。ね、エリトラのスイッチね。で、エリトラのスイッチがあって、で、まあ、ここ撤退経路があると。これ、なんやねん、これ。塞いどくぞ。撤退経路があると。ね、はい。撤退経路があって、で、ここから、ああ、そう、ここから上に逃げれると。こっから、上に逃げれます。ちょ、待って、なにこれ、いいや。で、ここから撤退経路があって、で、エリトラ勢が、どこから乗り込んでくる？ここから乗り込んでくるから、ここなんだこれは。これなんすかこれ。これエリトラスイッチか。ってことは、リスポーン地点をこの辺にして、ここを人間対人間で防ぐ場所に、おいおい、すげえことになってた、ここ。オーマイガーって。よし、またラストやってる。あー、ここを撃てるようになってんのか。オッケーオッケー。いいか、これちょっといい感じかもね。だからここにちょっと人間がこう戦える。ちょっとここをみんな、ちょっと注目。配信見てください。ここをちょっともう少し広げて、人間が戦えるこう、その、小規模の基地みたいなのを作りましょう、ここ。多分、ここリスポーン地点、第2のリスポーン地点にする予定だから、この辺を。ここか。多分この辺を第2リスポーン地点にしたいのね、この辺を。だから、ここをちょっと人間がこう攻略できる要塞みたいな感じで、ちょっと作ってください。ここをちょっともっと広げて。はい。ちょっと時間ある人集合で。ちょっと要塞をそっちで作ってもらって、で、あとここは、撤退経路なんだよな、ほとんど。ここあんまりこう複雑にしないでもらった方がいいかもしんないね、これ。なんかヨシがなんか乗り込んでったぞ。おー、ヨシ、何してんだよ、ヨシ。ヨシ、ヨシ、なんもないぞ。ん？こいつヨシじゃないの？バンだ、こいつ。トツカメ。こいつバンしとくか。こいつマスク被ってるわけじゃないよな。これはギルティーかな？これはギルティーかもしんないですね。あ、違ったみたいだ。まあ、許すか。脱法ヨッシー。脱法ヨッシー。それ面白いな、脱法ヨッシーって。まあいいや、とりあえずリスポーン地点はこの辺なのかな。ここにリスポーンって感じかな。そうしたら多分、別に、いくら仕掛けがあっても大丈夫か。この仕掛けって攻略可能なんだよね。大丈夫？どうやって攻略するのこの仕掛け。あ、下に行くのか、一旦下に行って、あ、別にそんな大した仕掛けではないな。あ、横から撃てね。これやらしいな、これ作ったの。作ったやつやらしいね。これ下から撃てるようになってんのか。なるほど。これはみんな認知しといた方がいいな。まあでも、ともかくここに一つ拠点を作りたい。で、ここだよな。ここを行けるようにしといてね。これ撤退経路だよ、ここ多分。あ、行った！ここ多分、みんなこれ多分ここ使われない、これ。これなんとかしようぜ、これ。これ上がれないっしょ、これ多分。またこれ無駄な施設になってしまってるな。階段大嘘。ここだ、入り口だけど、本番は看板だし。これ第3階層なのか。もうこことここは繋がってないと。結構ガバガバ、ぐちゃガバだな、割と。ぐちゃガバになってる。これこっから先のこれ全部撤去になっちゃうね、これ多分。ここに人来ないよ、多分。はい、みんな注目、注目。ここいいや。ここちょっと、こっから先ちょっと一回壊そう。
っとこれね、撤退経路でしかないんだ、ここ。だからトロッコとかにした方がいいかもしんないね。こうトロッコで一気に、ここまで、ごめんこれ。掘って作ってもらったのは悪いんだけど、ここだけ外そう。ちょっとかわいそうだが、ちょっとここ多分経路上完全トロッコで、ガーって走らせた方がいいと思う。トロッコ使う、トロッコ。このトロッコで撤退できる仕組みにした方がいいかな。これ、ここだ、無理ですね、これ。人来ないぜ、これ。なぜここに作ったんだ、一体みんな。ここ、敵来ない、多分。経路上。経路のシステム上、これ楽しい機械ではあるが、おそらく人来なくて誰も使え、なんか誰も引っかからないトラップになるだけだと思う。多分残して。でも、まあ、とりあえず楽しみ要素として残しとくのは、まあ、ありはあり。お楽しみ要素にはなるけど、かわいそうだけど、ちょっと、非常にかわいそうだが、申し訳ない。で、開いた後なんだよな。開いた後どうなるかというと、こっちに行きます。こっち行きます。ん?おー、はいはい。で、入ります。これ第4階層まで繋がってんのか、これが。お前もう宗教施設だな、もう完全に。これはもう宗教施設の一種だからあんまり関係ないね、これは。ちょっと守る防御要塞って感じではなさそうだ、ね、一種の宗教施設っぽいですね。狂信の群像でしょ、この辺も。これは宗教施設なんで、ちょっとこのまま置いときましょう。4階は多分使わないですけど。じゃあ、このラブホがラスボスって感じだよ、多分これ。ラブホがラストバトルの場所っていうイメージかな。最終砦でこのラブホだよ、多分。もうちょっとこれラブホ拡張するかなんとかしようぜ。ここ多分最終要塞になるから、ここちょっと掘り下げていこっか。はい、みんなラブホの下集合。最終要塞作ります、ちょっと。この奥に。最終、この、その、円形砦での最終要塞なんで、ラブホ破壊してくだす、もらっても大丈夫なんですけど、ラブホの下集合だね。これ一回これ罠止めた方が良くないか、めちゃくちゃなことになっとるぞ、ちょっと。とりあえず地面修復して、地面修復。やべ。ちょっと、奥まで掘ろう、奥まで。キッズの慈悲なき破壊になってる。ラブホちょっと再設計しといてくれ。上だけで。下部分はちょっとラブホ破壊だ、ここら辺。ここら辺ちょっと大きく作るよ。けど、ラブホの下にちょうど要塞できるから、要塞制作にあたって、仮にラブホが邪魔になったら壊れる可能性はあるぞ。意図的な破壊は行わないが壊れてしまう可能性はある。それだけ分かっておいてくれ。仕方ない。公共事業にはそういうの付き物だ。しょうがない。よくあるだろ?高速道路作るときは、もう、立ち退いてもらうんだよ。ちょっと奥まで掘りすぎかもしんないかな。ちょっと奥まで掘りすぎかな。こちら辺ちょっと、もっと浅く掘ってこっか。浅く掘ってこう。ここは閉まっとかなきゃいけないんだよ。ここちょっと閉めとくぞ、まずは。まずはここ閉めますね、ちょっと。ラブホの下ちょっと閉めるよ、とりあえず。ただラブホの下一回閉鎖します。ラブホ下閉鎖。これエリトラで入れちゃうから閉鎖しときますよ。ラブホの下は閉鎖です。これ閉鎖手伝ってください。これベルリンくん閉鎖ちょっと手伝って、これ。ベルリンの壁作っといて、ここ。閉鎖よろしく。これちょっと狭いな、これ。ちょっとなんか、要塞は見えててほしいよね。ラブホのこの下、お、なんかヨッシーが、あれヨッシーじゃない。リト君か?なんか漏れてきたぞ、なんかラブホから。ラブホからなんか漏れてきたんだが。なんだこれ。汚染水が出てきたぞ。なんか掘ってたら。汚染水が出てきた、汚染水が。ラブホの下壊そう。この、ここ、ちょっと。ここ見えてた方がかっこいいでしょ。また汚染水出てきた。
落語から汚染水出てきたぞお前ら、どうすんねんこれ。この汚染水なんとかせいや設計者、落語の担当者誰だ。